ダンジョンが変化してるね。早く旅が欲しい。ダッシュダッシュ。クイーンスライムのアクセサリーに敵を感知して攻撃してくれるから便利だね。地味にノックバックも強くて押し返してくれるね。マグネットスフィア、こんなに遠くまで飛んで行ってたって。2個目を飛ばしたらすぐ消えるから、それと混同してる可能性もあるね。やっとアンクシールドが作れる。新しい召喚装備ですね。召喚装備はセットボーナスがあんまりだよね。スターダスト以外は地味なイメージ。テンプル突入。どう、いい。トラップが取れなくなってる。真面目に進んでいけということだろうね。一個一個プレートを取っていかないといけませんね。グランドデザインでワイヤー切っちゃうのも有効だろうね。せっかくだしちゃんと探索してみようと思った私である。テンプルの敵って板硬いし、特に何も落とさないしで、あんまり旨味ないですよね。密食素材くらいだね。スーパーアーマーほんと嫌い。お相手しましょう。だが、言うことを。騒がしいやつだ。こっちのミニオンもうるさいな。仲間従えるのは楽しいですよね。目玉は出しちゃおう。強くなったね。目玉に苦労したのが遠い昔のようだわ。苦労したことありましたっけ。一回目で倒してたわ。記憶の捏造。やべ、痛すぎ。テンプルトラップは凶悪ですね。ミニオンたちがサーフィンしてる。こいつら楽しそうだな。マグネットスピア気持ちいいわ。ユニークな魔法は楽しいですね。グミがポコポコ出てきてる。敵を感知するとグミが出る体になってしまった。敵を置いておけばグミが食べ放題では。ノックバックするよ。負けません。めっちゃいるじゃん。テンプルでトカゲがたまり、グラリア100あるだと思います。ここがあのゴーレムのハウスね。トラップに注意しながら進むと結構長いんだね。とりあえず明るくしよう。あ、踏んだ。なんだなんだ。重力逆転させちゃいました。ちょ、逆転すると船乗れない。マウントに乗ったまま重力反転はできないんだね。重力縛りとかするときは大変ですね。あー、また押しちゃった。違うの、上に行きたいだけなの。スペースを押しなさいよ。無限飛行のときって WASD で移動しちゃわない。日食起こせるし、アイテム集めよう。いたつぎ。2回当たれば死ぬダメージですね。甘い。止まると死んで。一回海に避難しよう。甘い。嘘じゃん。ギリギリ間に合いませんでしたね。お、目玉ゲット。アクチュエーターいけちゃうんだ。ゴーレムのフィールド広げられるね。寝ておいで。壁を抜けてきますよ。成長したな。ブロックに囲まれて動けない時もあったのに。パンチを攻撃して中断できるのは変わらないんだね。見た目、鳥が深くなってますね。コントラストが強くなった感じするね。上から来るぞ。空中で踏まれた。ブロックを切るだけじゃなく、好きなところに乗れるんだね。そういえば、テンプルを出ても発狂はしてなさそうですね。変わらずって感じするね。やるじゃない。
意外と攻撃力少ない。攻撃力だけはあるイメージだったんだけど、やっぱ攻撃力あるかも。レーザー来ました。いたたたたた。なんかジャコ多くない？ボスが出るときってジャコいない気がするんだけどな。まさかボスに期待されてない？まさかそんなそんな。切りました。狭くなかったらいける気がするわ。何これ？流れてる途中で止まってる。アクチュエーターのせいなんでしょうか？通れる。地味に大変だね。そういえば、バンプキンムーンとフロストムーンってゴーレムの前だっけ？発動条件は整ってますね。翼落ちた。これでマキさんもなですね。張り付いてやろうか。出た出た。デッドリーソフィア、攻撃力はあるけど強くないイメージ。動き方のせいですかね。呼んでみようか、パンプキン。何か変化あるかな。ダイガロスを食らうがいい。さすが硬いわ。昔はスペクターで立ちっぱなしとかしてたね。ダンジョンのスパイクで無敵化とかしてたね。ムーンロードも最初はスパイクだったね。対策された時は絶望した思い出。おかわりです。すぐ来るね。炎よ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 。こんな避けにくかったって忘れちゃってますね。跳ねるんだその火の玉。よろしくお願いします。金が出てきた。いきなり痛い攻撃を。どう動き回るのがいいのかな。よろしくお願いします。近い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 。ガチ恋距離だね。ギリギリ接触しないところがジェントルですね。ワイバーンジャマー、キングを倒したいんだけども。ニヤニヤしながら追いかけてきますね。パンプキング消えちゃったね。もう一度も倒せなかった。プランティラ倒したからダンジョンチェスト開けられるね。砂漠の鍵が気になりますね。おお、ミニオンか。意外だね。荒川？ドラちゃんですよ。近づいて連続タックルって感じだね。一体しか出ないのかな。何か秘密があるんでしょうか。回復できればゴーレムなんて楽勝だわ。ガッチガチになったらほとんど食らいませんね。これはいけるぞ。おい、ゴーレム関係ないじゃん。まさかメデューサとは。動いた。一緒に溶岩に沈んでしまえ。まあ、さすがに溶岩が効くのは違うもんね。やっぱり雑魚多くない？それが作戦なんでしょうか。自身を強化してくれ。ビームのダメージのばらつき大きい。大きく食らったり食らわなかったりしてるね。なんだかんだ死にそうですよ。雑魚からライフを吸収しよう。逃げるんだ。あのさ、近づけというわけだね。メデューサ邪魔しないでくれんか。危なかったね。石にされたらたまったもんじゃないわ。タコ殴りです。たまらんねこれは。ハンマー手に入るまで放置しよう。復活したら全地に戻るシステムですね。プランテラを倒したらできるシステム。でもパラディンってここの壁紙じゃあまり出ないんじゃないですか。そうだったわ。
オートじゃないんだね。近接だからアクセサリーでオートにできるね。ダンジョンでやりとむち拾った。スピード乗ってないとダメージ出ませんね。使いどころどこなんだろう。スピードのダメージアップには上限ありそう。上限ある気がするね。ムチはモーニングスターです。モーニングスターってムチか。現実でもムチなのかな。岩柱くらいしか使ってるの見たことないわ。持つところが棒な気もしますが。なんだこりゃ。デラトイレット。何が。知らない弾薬売ってる。水を乾かすミサイル。おお、吸ってる吸ってる。逆に追加したりもできるみたいですね。打ちっぱなしで海を大きくできるわ。クリック押しっぱなしで海が深くなっていきますね。押しっぱなしでいいよね。マウスに目覚まし時計乗っけとけばいけるわ。お腹すいたんでご飯買いに行きましょうよ。うーし、行くか。ファミチキファミチキ。あれ、死んでない？え、嘘？拠点水没です。被害は？ガイドが溺れ死にました。ガイドならよし。コスパ悪いな。釣り堀は簡単に作れるけど、放置でワールドを埋めるとかは難しくなったね。デラブレード作れますね。トゥルーナイトエッジの方が好き。久しぶりに作ったね。正直あんまり使い道ないんよね。作れる段階まで来ると。なんじゃこりゃ。まるで MOD のような素材たち。何これ、ミニニューク。フォールアウトじゃん。何か違う。威力だけなんでしょうか。メカボスの装備に召喚があったわ。敵に攻撃した後攻撃を受けなくなる。それとミニオンプラス2。これチタニウム装備の効果じゃない。強すぎてなくなったと思ったらこんなところに。この装備強いんじゃないか。今度こそ倒してやるわ。壁作って溶岩貯めてジャコが湧かないようにしたね。挟まってます。何しとんじゃ。テラブレード遠くまで飛ぶし貫通するし結構有効かもね。まずは腕を壊すのだ。そんな火の玉当たらんぞ、危な。レーザーが痛い。レーザー先行とかされてるのかな。今のところ劇的に変わったという感覚はないですね。まあゴーレムって普通に戦ったらなんやかんや強いからね。ブロックにはめられなくなったってのが超強化ってことなのかね。アクチュエーター使ってるし本来はもっと狭いところで戦うはずだもんね。コネ商人さん来てます。ボスがいるのにコネ商人まで登場するのか。本格的にボス扱いされてない気がしてきた。ボ
スじゃなくなる代わりに仲間と一緒に戦う道を選んだんですね。良い話っぽいけど、評価としてそれでいいんだろうか。なんかレーザー激しくなってね。多い気がする。当たると普通にダメージ痛いんだよな。両手取れましたよ。あとは頭を分離させれば最終形態だね。分離したね。体力やばいね。回復で繋いでいってます。分離状態はレーザーおとなしくなった。さっきより撃ってきてないね。電車速度上がってきました。これが本気状態なのかな。強化はされてるんだろうけど、そんなに劇的ってほどでもない気がする。一番はブロックにはまらなくなったことっぽいね。よかった。スルーするところだったもんね。勝った勝った。よろしくお願いします。ペットじゃなくて光源なのか。光源だとペットと両立できますね。いいね、悪くない。出た。ピックソーゲット確定になったのかな。ゴーレム倒したし、次、どうしよう。ムーン系とか、火星人とかですかね。聖域のボスのことは、すっかり忘れているのである。